イエバエカは、早めのトガの一つ。イエバエやサシバイなどの衛生害虫を多数含むトガで、ある。イエバエカの種は、世界中に分布する。特にイエバエアカの各種は、広い地域に生息し、アジアやアフリカの熱帯域では、優先的な種となっている。体長は、小型種で2.0ミ、mm、リメートル、大型種では、最大約15ミリメートルになる。体色は、黄色、黒色。 褐色などの種が多いが、緑家倍属、ニオマイア、小イエ家倍属パイレリア、背筋エ家倍属ユダセファーでは、筋力色、青色、紫色の体色を持つ種もあり、トゲアシメマトイ属ハイドローティアには、光沢のある黒色の種がある。興奮は、大きな神弁や粉管を持つが、吸血性の差しヤ赤の種では、興奮は硬化している。 口しは先端に向かって幅広になるのが普通であるが、カトリバエ属リスプではスプーン型になる。幼虫は前方の先端が細くなり、後方は節型となっている。成虫は日中に活動する。植生は様々で、花の蜜を接触する種や小さな昆虫を接触する種,種、哺乳類から吸血する種などがいる。 卵から成虫になるまでの成長は早く、イエバエの場合は、摂氏25度の温度条件であれば、約2週間で成虫になる。イエバエ科の種は、約170属4000種が記録されている。日本からは250種以上が記録されている。成虫が家屋に侵入して、家屋外虫となるイエバエをはじめ、多くの種が衛生外虫として知られている。ありがとうございます。